ックアツイです。エレコミック今たちです。片桐仁です。1月の15、もうね、はい、早いですよ、まあ、始まっちゃうとね、1月半分終わっちゃって、もう2週間終わっちゃいましたねすぐ2月になった、来てますね、来てますよ、また来ましたよ、ね、やっぱ我々がコントライブをね作り出すと、うん、やっぱ世間もまたね、いやね、盛り上がってきちゃうね、盛り上がってくるんですよ ね、 ね、風物詩っていうんですね毎年の年始の風物詩みたいな、でまた今年の盛り上がりはもうちょっと尋常じゃないですからねびっくり、10倍とかすごい、すごいでしょ、すごいですよ、しかも2月がピークだってね、まあ寂しいね、うん、去年もね、だから最高だよね、生でライブをやるには最高の環境でコントライブをやらせていただくわけだけど、まあ最高だね、1点ライブ似てるのが出てるね、 50% でやってたんだけどね、ここ 100% でね、盛り上がりっていう観点で言えばねだからなんか計らずもやっぱオリンピック選手の気持ちが分かるよね、なんかやっぱりコント作ってるじゃん、はいはいはい、やるのかやらないのかなみたいな気持ちの中で作ってる、なるほどね、結果、うん、老後の話しかしてないのよ、このまま行ってみたいな、どういうことやねん、なんかやるぞみたいな、まあまあ、燃えろ、よし決まってる、よしよしよし、もうこれ来て、劇場取ったし、やれるぞみたいな空気感だと、やっぱこう、うんうん、気持ちも入るじゃない。番組の途中ですが、ここで津波の情報をお伝えします。気象庁は今日午前0時15分、鹿児島県の奄美群島トカラ列島に津波警報を発表しました。南太平洋の島国トンガ沖の海底火山の噴火の影響とみられます。気象庁によりますと、奄美群島トカラ列島で予想される津波の高さは3メートルとみられます。また気象庁は日本列島の太平洋側の沿岸全域に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さは1メートル程度で、すでに到達しているとみられます。津波警報が出されたことを受けて、総理大臣官邸は危機管理センターの官邸連絡室を設置しました。続いて、津波が到達している地域についてお伝えします。鹿児島県奄美市小湊では、昨日の午後11時55分頃、1メートル20センチの津波を観測しました。このほか岩手県久慈港では90センチ、福島県いわき市小名浜では70センチ、宮城県仙台港では70センチ、茨城県大洗市では50センチ、情報変わりました、茨城県大洗市では60センチ、現在も上昇中ということです。そして千葉県銚子市でも30センチの津波を観測しています。警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台やビルなど安全な場所へ避難してください。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。また津波注意報が出されている地域の方々も、海岸や河口付近には近づかないでください。津波予想時刻は予想区の中で最も早く津波が到達する時刻で、場所によってはこの時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。また津波の高さが予想される津波の高さより高くなる可能性があります。決して海岸や河口付近には近づかないでください。そして奄美群島トカラ列島の津波警報発表を受けて、気象庁はこの後午前1時40分から記者会見を行うということです。以上、ここまで津波のニュースまとめてお伝えしました。大きく見ちゃってるでしょ、だから全部一緒になっちゃってるけど、いろいろあるから今じゃやってるって言って、どんぐらいどんぐらいやってるの、全然1年とか、おお、でも1年で、それを聞いた作家も、うん、僕もなんか最近始めましたとか言って、うん、お前それやってんのとか言って、うんうん、まあ よるけどね、いろいろね、それやるのみたいなこと言ってたら、うん、そういう話にもうなっちゃうわけ、老後の資金を稼ぐためにっていうか、銀行に置いててもしょうがないっていう、ね、まあね、お金ね、金利がないからね、今ね、うん、だからそこら辺のためにその塩漬けにしてんだったら、うん、ちょっとそっちやってもいい、まあでも減るリスクもあるけど、塩漬けっていうやっぱ言葉も使ってるもんな、お前な、銀行にお金預けても塩漬けなの、もう46だよ俺俺48だよ
全然やらない俺の方が。別に全然それやらなくても別にいいっていうこともあるけど、それやっといた方が確かに。何があるか分かんないからな。ねえ、そういう話になっちゃうわ。そう、まあなるだろうね。確かに。今日も、今度作ろうと思ったらね。この後ね、このどういう世の中になるか分かんないもんね。風の時代だもんね。じゃあ、すっかり言うよな、風の時代。すっかり風の時代だもんね。そんなことないと思うんだけどな。そんな中、やっぱね、飛び込んできたのが何と言ってもね、つくろうくん問題じゃない。電話しましょう。あー、つくろうくんね。つくろうくん。だって、俺の個展2回来てくれたよ。つくろうくん。それをやってたら、ネタ作りをしてたら。片桐くんのメンバーね。同じメンバーがね。仲間というか、仲間がね。ものづくりをする芸人というか。まあ、もう、エレカタのケツビリスナーだけは知ってると思うんですけど。そうでしょ？そうだね。相方候補ですから。そうだね。去年の片桐さんがキングオブコント出る時のね。ユニットの一組として。そうです。ご自分でね。このラジオ聞いてて。次戦ね。で、自分で送ってきて。うん、で出場することになったあのつくろうくんですよ、栽培マンの、栽培マンの格好3つ分ね、腰だと俺と3人組で、まさかつくろうくんが、そうだよね、そんな文春ってなんかね、そうよ、そうなんだよ、そんなさ、ヤムチャを殺すに飽き足らず、もう中まで爆発しに行ったって。ヤムチャを殺すに飽き足らずってなんだよ。そういう言い方しちゃうと、やっぱつくろくんが悪いみたいになっちゃう。そうだよ。悪いってことだろ。わかんないわけだから。わかんないっていうか、わかるけど、名前をね、出しちゃなかったっていうことだもんね。なんでもう中。かわいそうだよね。だって、あいつは自爆に行ったのに。それ、つくろくんの話じゃないんだよ。っていうか、災害まで引っ張られちゃうからね、やっぱり。タイトル、タイトルにはさ、もう中としか書いてないんだよ。そうなんだ。そうだね。あれがかわいそうだよね。サイヤ人だな、もう中はな。まあ、その、ドラゴンボールに、栽培版として、たとえ、言うならね、スクロークがね。そうだよ。うん、言うならそうかもしれないけどね。吉本というフリーザに。もう中はフリーザでしょ。もう中フリーザなの？全く、全くノーダメージじゃん。そうだね。そうだね。ヤムチャじゃなかったんだよ。まだあの丸いやつから降りてないよ。そうだね。もう、第一形態。が自爆しようが何しようが、もう中には怪我すら、与えられなかったんでしょ。自爆してんだもんな、今な。どういう状況なの、あれ。第三形態ぐらいまで。お前は知ってるだろ。何が？つくろうくんともう中。知らねえだろ、お前。笑っちゃってるよ。俺、そんなに。お前は知ってるだろ、片桐は。そうだよ。相方なんだから。相方だよ。古典に2回来てくれたのよ。そうだよ。二回も来てくれたの？感激して、キャン激してくれて、もうだからセンスを磨きますとか、早くその駅にたどり着けるように頑張りますとかすごい言ってくれたんですよね。だから引き金になってんじゃん、やっぱ片桐さんの。なってたら申し訳ないなと思って。いやいや、だから相方だからね。そうそうそうだよ。だから仲間がさ、ユニットの。大丈夫かぐらい言った方がいいんじゃない？連絡ぐらいしてあげたら。でも大丈夫か。そう、LINEでさ、ちょっと送ってあげない？いろいろ、もう結構経ってるけど。大丈夫なんで今来たんだっていう。送ってあげた方がいいと思う。そうだね。そうだよ。いくらなんでも冷たいじゃない、それは。そうだよ。そうよ、細かいやり取りしてましたからね、古典の感想も。3人組でやってきたわけだからさ。した大学時代から。やってねえよ。同じちゃんだけどね。確かにね、俺とはね。だから、もう中より全然年は上だよね、そう考えるとね。まあでも全然後輩だからね。キャリアがね。キャリアがね。まだね。そうか、もう中のは先輩なんだ。全然先輩でしょ。だって、6年のぐらい先輩だから。あ、そうか。じゃあ確かにね、どんぐらいクレジットはあ、もうすぐ、もう大丈夫かい。すぐもう、既読に。すいません、ご心配おかけしました。ああ、これは、さすが。何があったんだって。ほら、今、何があったんだって。知らないんだよね。知らないで、手なんだね。何かあったの？何かあったのって。じゃあ、なんだか一発目が。大丈夫かい。何かあったのって送って。え、何かあったのって送ってよ。バカすぎるだろ。え？なんかあったの？ご心配って、なんかあったのって送って。予測が合いすぎだろ、それ。すごいよ。うん、余地だよ、余地。大丈夫か？すいません、ご心配おかけしました。え、なんかあったの？今送りました。何かあったの？知らねえのか、片桐さん。もう、記憶なんないな。今でも、あらゆるメディアで、つくろうくんに直接取材、俺らだけだから。そうだ、既読になりましたよ。入れ方法、やっぱ尊敬してるから。そうだね。片桐の早いよね。そうよ。尊敬してるから。そうだ、いい。今既読だって。あら、ご存知ないですか。ご存知ない。え、もしかしてもう中のこと。じゃあなんで最初の大丈夫かを聞くよ。じゃあ最初の大丈夫かって何だったんですかって。聞いちゃうけどね。あれ何なのって。うん。来ました。あれご存知ないですか？え？あれもしかして、もう中のことっていうことで。最初
最初の大丈夫は何に下がってたんだよ。僕の何を心配してくれたんでしょうか。いや今の現状よ。え、じゃあ知ってるんじゃないですか。じゃ今の現状大変じゃない。芸人が大変な時代だから、うん、ギギそうなのか。でもちょっと分かんないけど、まあまあそのまま受け取ってくれてるから。どうなってんのってね。やっぱちょっとそれだけでも聞きたい。そうだね。もう一人で欲しいな。ここまでだって。エレカタの直接取材、俺らだけの独占スクープだよ、これ。もう中のこと？え、もう中学生さんなんかあったんですかって来てる。やばいこれはやばい。あの、疑問の掛け合いだ、疑問のお互いの、クエスチョンの試合。スクロークごめん。もう中のこと全然知らないんだ。あれ俺らが知ってるつくろくんじゃなかったのかな、あれ。あれえ、もう、え、4体目の栽培マンじゃない話してるの。違う？もう違う栽培マン。違う栽培マンに変わっちゃってるかもしれないよ。栽培マンとは書いてないの、ニュースに。あれ、つくろくんって書いてあったから。違う栽培マン。違うつくろくんの栽培マンだって。キングオブコントの時植えた栽培マンって聞いたほうがいいじゃん。じゃあ、あれ、腰だのこと？あれ、違う栽培マンの話だった？違う栽培マンじゃないって。違う栽培マンって。もう中学生さん、なんかあったんですかって。これは高度な、これは高度な返しだね。来たね。高度な返しだよ。ああ、裁判で不利に働いてほしいなって。しないでしょ。裁判なんかしないでしょ。いいよ、こっからは。なんでそんな文春になっちゃったんだろうね。いや、まあ、すごいけどね。ちょっとなんか和解はしてほしいですけどね。なんとかね。名前出すなりなんなりでね。いやーでもね、まさかこんな話題の中心にね。やっぱバズシェアウェーブを掲げたら、やっぱここでまた来ますね。いや、結局。まさかつくろうくんがニュースで名前出ると思わないよ。しかも文春でね。第2報ではもう片桐くんについても言及してくるんじゃないの。あれもね、片桐くん。遺恨が残ったのかもしれない。遺恨がやっぱあるでしょ、なんか。残ってはいない。そういう、言われてないの、その、なんか。コシだといろいろネタに関してやりとりあったかもしれないけど、うん、僕は10組小道具に対してさ、なんか言われて全然言ってないです。あ、でも、あの、シューって出るやつが、ボタンが押しにくいとかね。うん、え、それちゃんと、つくろうくん、つくろうくんが作るやつね。そう言ってる。そうそう、つくろうくんが、なんていうやつ。つくろうくんが作ってくれたやつ、ね。見てると全員知ってるよ、つくろうくんが作ってることは。みんな、一言ずつ言ってかないって言うのは言ってあげないと。つくろうくんが作ったやつね。うん、そう。うん、やばいね、やっぱ作ろうくんね。違う栽培マンの話だった？うん、そうですね、その栽培マン、もう中学生さんにしがみついて自爆したはずです。やっぱり本当違うんだ。でも違うんだね。ちょっと一ネタもう出来上がってる、ね。出来上がってたね。でもなんか傷、向こうが全く、うん、なんか無傷だったみたいだねって送ってみてます。うん、ダメージ与えられたって。そうね。やっぱあれだけのね、やっぱ大きいニュースになったから、つくろうくんのツイッターなんてもう大変なことになってんじゃない？いや、そりゃそうでしょう。だって、あれもニュースにトップになったからネットの。そうだよ。すごい書き込みなんじゃない？どうだよ、来てるでしょうね。どっちに、まあ、賛も非も。まあそうでしょ。大体そういうのはそうだよね。うん。14件です。え？コメント？はい。あの件で？あの件で？はい。おかしいな。おかしいな。14件入ってますね。まあでも頑張れとか。いや、味はありますよ。1個目がすごい味はあります。騒動のおかげで13年ぶりに再会することができました。13年前、つくろうくんさんに初めてファンレターを送ったものです。再会。再会ね。何にも触れてないですよ。だこれで知ってね、あのおかげで13年ぶりにつくろうくんがやってるのに気づけて、そうだよね。よかったっていう。昔ね、ライブとか見たんでしょうね。そのだって、やっぱ、吉本のいろんなライブの人の小道具を手伝うことが、まあ、本業だもんね、つくろうくんの言ってみたら。まあ、そうか。プレイヤーではあるけどね。まだ芸人として活動されてると知って嬉しいです。まあ、そうね、それでね。知る人も。ファンじゃないじゃん。まあ。やってたでしょ。追いかけては。一度も辞めてないでしょ、だって。キングオブコント出たしね。そうだよね。手紙で人生の先輩としてアドバイスしてくださって、今でも大事にしていますって。おお。あ、だからもう結構後輩の人。あんまりその、何にもなってないですよ。うん。何にもない。まあ、良かったのかな、どうか分からないですけどね。でも本人は、やっぱ自爆したっていう。なんかだから、自爆したっていう。めちゃくちゃ怒られたりしたじゃない。大丈夫かな、大丈夫かな、確かにね。めちゃくちゃ。嬉しかったと思うよ。最初。人という仲間がね。ね。そう。あの、こうやって LINE 送ってくれたのは。最初の大丈夫かは何にかかってるかは全く分からなかったけど。だから、俺たちがこれをまたちょっと触れたことで、俺たちに
まあ、なんか良くなかったかもしれないよね。もしかして。また新たな？だって、もう、もはや、つくろうくんは、そうだよね。あの、ガツンと行かれてんのかもしれないじゃん。行かれてそうだよね。だってもう爆発したわけだもんね。そうだね。自爆しましたっつって。言ってんだから。うん。次の第2、第3でもちょっと前にツイッターでは、戦うぞって言ってた。いや、戦いはしたじゃん。だから戦いはしたの。聞かなかったんだよね、うん。強いけどね、でも栽培マン。あれ違う、あの自爆したの違う栽培マンだ、うん。そもそもポテンシャル高いからね。僕じゃないって。いや、そうだけど、うん、ヤムチャレベルだったら倒せるけど。うん、フリーザだからね。フリーザレベルは倒せないから。ゴミだから、フリーザレベルだったら。フリーザと考えたらね。そりゃなかなかしんどいけどね。そうでしょ、うん、まあ、何の返信もなくなっちゃったじゃん。うん、心配になって作り続けてねって送っちゃったもん。あ、でもいい、いいね、うん。そんぐらいの励ましをね。うん、して、いや、これか、出来はね、やっぱりすごいからね。そうです、そうです。なんかああ、来ました来るものああ、来ましたよ。いや、これすごい。ありがとうございます。やついさんのツイートに救われました。よろしくお伝えください。ああ、やっぱね、あのツイートね。やついは優しいから。やついはもう即反応だったからね。誰も反応しないんだもん、あれ。なかなかね、難しいよね、あれはね。だからエレカタのコントライブあるんで、うん、ノークレジットで、うん、ノーギャラで手伝ってねって。片桐さんと二人の写真をね、うん、ノークレジットノーギャラでお願いしますって送っといてる、はい、うん、そのお礼に、うんうん、ドカーンってくるんじゃない、うん、ドカーン、ノークレジットノーギャラで手伝ってください、うん、いやこれこそ、ね、これこそですよ、うん、これこそやっぱこうエレカタと絡んだ、腹立ったら売り込んでねあれ腹立ったら持ってってね、また文集でいっいやいいですね。これはでもまあまあ作ろうもんね。だってお礼を言ってくれって言ってんだから感謝してるわけだから。そうね。そうそうそう。そしたら俺がノーギャラになっちゃうじゃんね。これ何にもないんだ。確かに。だからまあ感謝してるんだったらね。感謝してるんだったらそれ、うんうん。俺にも感謝してるって言ってたしね。感謝してるんだったらその金をくれって、うん。ノークレジットノーギャラで。ノークレジットノーギャラでお前ちょっとでかいもん作ってくれよって。すごいね。フィニッシュね。ノークレジットノーギャラ。ノーギャラでフィニッシュ。そうそうそう俺たちはもうちょっと違って設計図も書かねえからそれこそオリジナル、こういうこういう感じで最悪こういう感じでって使わない場合あるから ね、 あるよね、これちょっとイメージ違うな、やめるっつって、あんまり面白くなかったっつって、あるし、すごいよね、ノークレジットノーギャラノー仕様ただもう全然売り込み家だからね、まあね、他に言っていいから、売り込み家だから、うん、確かに言ってもいいけどね、最初に言われちゃってるからね、俺らに。でもね、何がこうやってね、こうやってオファーがそれだから、そうよ、それはもう言えないでしょ、言えないね、うん、もうちょっとだって制作費もギャラではないからね、そうそう、制作費も払わないからね、はっきりとってひどいよ、かわいそすぎるよ、オールゼロね、オールゼロよ、オールゼロね、本当に流行ってるから今オールフリーで、あ、何がノークレジットノーギャラで手伝ってねって言ったら、僕が自分で言うのは大丈夫ですね、全然いいよ、ね、ノーギャラだけど、うん、まあ、ノーギャラでいいんでしょ、そう、それ飲み込んだってことなんじゃ、飲み込んだのね、じゃあ契約ね。公共の電波使って今こそそこ一番言わないとこなのに、みんなノーギャラで作らせるって、うんうん、ノーギャラノーギャラでもいいのって今聞いてますね、うん、まあそこはでも言ってもちろん制作費もだよって、制作費も払わないよっていう、ね、うん、確かにね、だからその小道具、出世払いだ、小道具代ね、うんうん、小道具代みたいなね、材料費ね、あ、材料費はください、 あげませんあげません。そんなの誰が飲むんだよ。これなんだろう、ただ LINE のやり取りただずっとこの放送で喋ってるって。いやでもまあ、時の人ではありますからね。ね、そうやついのお礼言っといてくださいって言ってくれるんだから。そうそうよ。まさかラジオでこの話してると。吉本のさ、芸人とかにもさ、可愛がられてないのかな、うん、なんかあんま誰でも。相当小道具作ってるからね。作ってるし、出来もいいから。ありとあらゆるコンビが来ると思うけどね。あんまさ、みんななんか、さあって感じだよね。あ、まあ、確かに、そんなね、うん、周りがどうとかね。だって、すぐ直してくれるよ、なんか、不都合あったらさ。うん。ただ、まあ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 、お金は払うからね、こっちも。まあね、そこはね、そこはまあまあ、それ仕事だから。今回は払わないから。材料費はあげませんって言ったら、そっか、メルカリで売るのはどうですかその後ね。あ、それはいいです。それは、ね、それはいいです。それは、いいよ。いいのかよ。全然、いいじゃん。すげえいい子じゃない。だって、すげえ邪魔だしね。作ったやつのいつも捨てるもんな。ね、大変だから、ね。それはだから、お返しするってことでね。うん、いいよね。そうだね。確かにね、うん。ちゃんとね。
うん、その頃エレカタのコントライブの小道具作ろうくんがメルカリで売るってなんだよ。終わったらね、だから2月13日終わったら、終わったら14日からもうメルカリをチェックですよ、うん、そうだよね、うん、すぐ出品される、うん、ただ売った時にうちの番組の途中ですが、ここで津波の情報をお伝えします。気象庁は今日午前0時15分鹿児島県の奄美群島トカラ列島に津波警報を発表しました。南太平洋の島国トンガ沖の海底火山の噴火の影響とみられます。気象庁によりますと、昨日午後11時55分に鹿児島県奄美市で1メートル20センチの津波を観測しました。奄美群島トカラ列島で予想される津波の高さは3メートルとみられます。奄美市ではすべての住民に対し高台に避難するよう呼びかけました。また鹿児島県豊島村の住民によりますと、津波警報の発表を受け、住民の一部は高台に避難したということです。住民は海は波を打っているが津波かどうかわからないと話しているということです。また気象庁は日本列島の太平洋側の沿岸全域に津波注意報を発表しています。予想される津波の高さは1メートル程度で、すでに到達しているとみられます。気象庁は沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難するよう呼びかけております。津波警報が発表されたことを受けて、総理大臣官邸は危機管理センターに官邸連絡室を設置しました。そして津波が到達した地域についてお伝えします。先ほどもお伝えしました通り、鹿児島県奄美市小湊では1メートル20センチの津波を観測しています。このほか岩手県久慈港で90センチ、福島県いわき市小名浜で70センチ、茨城県大洗で60センチ、千葉県銚子市で30センチなどの津波を観測しています。警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人たちは直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。また津波注意報が出されている地域の方々も、海岸や河口付近には近づかないでください。津波は何度も繰り返し襲ってきます。津波警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。決して自分の判断で引き返したり海へ様子を見に行ったりしないでください。そして九州電力によりますと、鹿児島県の仙台原発は定期検査中の1号機通常運転中の2号機いずれも異常なしということです。そして中部電力によりますと、静岡県浜岡原発では今回の津波による影響は今のところないということです。そして気象庁は奄美群島トカラ列島の津波警報が発表されたことを受けて、この後午前1時40分から記者会見を行うということです。ここまで津波の情報をまとめてお伝えいたしました。しか知らないから、確かにね、もう中側からは知らないんだけど、そっち側の意見、もう中の書いた絵とか出てましたけど、ただいろいろ読んだ結果、やっぱ、うん、もう中に、まあ、すごいいいイメージあるし、うん、今もあるし、うん、まあ、その国はそんなにいいイメージがなくないってだけ、もう中に悪いイメージする人いないからね。なんでいいイメージ出るんだよ、そもそも分からないんだよ。なんでか分からないんだけどね。そう、瞳の奥がね、暗いかいんだよね。もう中ってやっぱすごいからじゃない、もう中キラキラしてるから、可愛いし天真爛漫なね、感じがあるいい子だからな。ダメだな、俺もそういうとこはダメだよな、やっぱな、まあ、ルキズムだよな、これもな、ある意味の、まあ、ルキズムとかでは言わないけども、うん、やめよう、これ、うん、よくない、これは差別だよ、まあ、だからお互い恨んでいかないと、もう中も、まあ、恨んでいく方向で考えなくていいじゃない、もう中電話できないもんな。そうだな、知らないな、ちょっと分かんないからな。で、したとしてなんて言おうかな、俺たちも、あの、見たんだけどってことっていうか、うちの相方がごめんなって、うちの相方がなんか揉めてるから大丈夫みたいな、実はトリを組んでて、うん、思わず長く喋ってしまいました申し訳ございません。いや、いいですよ、いいですよ、すいませんけれどもね、うん、そんなわけでね、コントね、着々とできていってますんで、いや、老後の話してるだけだでも老後のなんかネタみたいなの面白そうだけどね、またね、そういうやつもね、もうできる、だからチケットがね、やっぱりそうなんですよ、あの、なかなか買いづらいと思うんですけど、そうなんです、買っていただかないと、うん、本当 TBS 今もう嵐が吹き荒れてますから、いや、まあ、ね、まあ、多くは喋れませんけども、いろいろ嵐が吹き荒れてるんで、わかんないですけどね、この嵐に、ね、あの、僕たちも飛ばされかねないんで、ね、重しとして、あの、みんな椅子に座ってほしいんですよね。そうなんだよね、飛んできちゃう劇場の椅子に屋根が飛ばないんで、鉄瓶の屋根がね、そう、
下燃えてんだから、ね、まだ全然ありますんで、うん、今もうあのキャンプの一点でしか止まってないんで、うん、三方向がもう重みないんでね、うん、ちょっと苦しいと思うんですけど、ぜひ見に来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします、うん、皆様よろしくお願いいたします。配信チケットのもありますから ね、ぜひとも皆さん買っていただきたい。問い方はね、よろしく。あとグッズもね、いろいろといっぱい作ってますから、作ってるということで、うんうん、今回は開運グッズね、初のエレカタ初の開運グッズ、開運グッズ、これディレクター島田曰く、そのゲッターズ飯田くん監修って言ってんだけど、うん、本当なのかな。いやでも一応、うん、あの我々3人のラッキーグッズをグッズとして、そうなんです、なるほど、これいいでしょ、なるほどね、うん、だから買う人にとっては開運グッズではない、ね、ではないっていう、ね、でも俺と同じ、銀の羅針盤の人は開運グッズだよね。そうか、だから 3個だけ、そうそう、12個中3個だったら金も銀も一緒でいいかな。全部12個作ればよかったのかな。いやでもそれ予算的にもね。でもその飯田が別にそこで手売りしてくれるわけじゃないんでしょ。まあそうじゃない、そうの全然売れないよね、意味ないじゃん。そうだよ、そうだよね飯田のライブで売ってもらうしかないよね、それを。意味わかんない、鉄火のグッドなんで飯田のライブで売るいやだって海運だ、監修の海運グッズなんだから、海運をね、飯田のファンが来るところで売った方が、飯田のサインはじゃあ入れてもらおうか。なんでだよ、飯田のやっぱりマスクつけてもらう、はいはい、赤いやつあんないっぱいあんの、あれあんの、そんなに一点もんじゃないの、いやいや作ってさ、こっち普通のパーティーグッズみたいなノリで、そう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 、シールいつも貼ってるもんね、赤仮面って言って出せーなー。そうやって売るじゃないで。君も占い師みたいなね。東京やつとか赤仮面とか売るじゃん。赤仮面占い師って。G とか書かないでね。赤仮面。G も書くよ。でも赤仮面だ。赤仮面だから。あごとか電波みたいなやつね。そういうこと、そういうこと。赤仮面。そうでしょ。だからまあそれでいけるんじゃない、ハンチング赤仮面っていう。結構安いよね、パーティーグッズ。そうだね、ハンチング。そんなにね、そんなにいらないもんね。で、ちょっとああいうの。ハンチング赤仮面。ゲッターズ飯田のコスプレっていないね。いないよ、これこそじゃないの。いや、いるんじゃない、いるかな、簡単にはね、できる。もしかしたらコミケとかでいるかもよ。うん、下手したら。一発でわかるもんね。そうだよ、わかるよ、わかるよ。開運グッズね、うん、ぜひ、そうです、いろいろと、まあ他にもありますけどね、いろいろ作ってますので、はい、来週には発表、全部発表できると思いますから、ね、はい、ぜひとも皆さんお楽しみに、チケットもお願いします。 CM の後はキングオブフワッチへの道です。第3弾ということで、今回も魅力的な配信者ゲストが2名登場しますので、お楽しみに。ライブ配信アプリフワッチのトップ配信者から、我々エレカタがフワッチでバズるための手ほどきをしてもらい、実際にどのぐらいバズるかを検証しようというフワッチさんとのコラボ企画です、うん、フワッチ内で開催されたイベントで6名の勝者が決定しております。前回は第2弾ゲストとして本音ファクトリーの部下葵さん、そしてケツプル体操でおなじみハイボール小雪さん来てくれました、うん、いやもうハイボール小雪さん、ね、これちょっと配信見てください。はいはい、さすが、全然違かったよ。あ、このここにいた感じと、ものすごい加工、加工、あ、その配信の中ね、もう誰か分かんなかったもん。まあまあでもそういうの、そんなことできるんだ、できるんだよね、配信しながら、ものすごい加工されてたよ。あ、まあ今やそうかもしんないね、そういうのはね、加工だなーっていうのは思ったけど、うん、まあまあ、でもやっぱ女性はそういうことした方がやっぱいいんだろうね。
でも入れ方だよね、普通にこの顔で出してるし、ね、だってゲストに来てんだから ね、 ねゲストで、ね、まあ写真も出したしね、出したしね、ということですごかったよね、うん、面白かったですね、うん、ということで今回も、来ております。イベントはですね、去年の11月に行われたんですけど、 ABC3 つのグループに分かれており、各グループの上位2名が番組出場権を、獲得ということでございます。今回の1人目のゲスト、なかなかすごい方でございます。登場していただきましょう。 C グループ1位、リリーさんでございます。どうぞお願いします。 1位の人なんで、そうなんですよ、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、どうぞお座りになってください。すごいんですよ、こちらの方はもう、うん、リリーさん、リリーさん、リリーさんはもう当たり前のようにプラチナプラスでございまして、当然ですよね、ここ。そして2021年は8月以外全ての月でマンスリートップ10入り、うん、そしてフワチ大賞2021年総合2位、だからもう去年の、去年の2位だ、全体のフワチの2位ってことなんですよね。そうですね。うわー、リリーめちゃくちゃすげえ落ち着いてますよ、うん、本当に。一人だけ負けちゃったんだね、あの男性の方に負け、1位が男性なんですか。男性でグランプリ、へえ、そうですか。準グランプリだったの、女子では1位。おお、なるほど。じゃあもう1位じゃないですか。1位でいいんじゃないですか。それはもうほんとね。さあ、どう配信的にはどういうのやられてるんですか、リリーさんは。いやー、配信的にはもうほんと雑談、フリーのフリートークです、ね、フリートークだけ、はい、それは視聴者の人と喋るってこと。そうですね。あとまあ時々他の配信者の方と一緒にコラボみたいな、ああゲストで出てもらってってことしますけど、はい、基本一人ですね。すごいよ、総合2位は。どうなんですか、ふわっちゅう配信歴的には。あ、そうですね、まあ2年間ぐらいリスナーで、リスナーそもそも、あ、ずっと見てて、はい、見てて、うん、やってみようと。この1年半ぐらい本腰入れて配信者になったって感じですね。あ、1年半、いや1年半、2年、まあ、2年弱ですか、ね、2年弱、はい、でも2年前にそのなんかなんとなく見たんですか。そうですね、うんうん、いろんな配信見てて、いろんな配信見ててコメントしたりとかで、ふわっち見て、うん、なんか好きな配信者の方がいたってことですか。まあ、いろんな配信者見たんですよ、うんうんうん、まあ、たまに自分もちょっとやってみたりはしたんですけど、はいはい、本これを仕事にしようとか思ってなかったんですね。ほうほうほう。その時は、あ、じゃあ今は仕事にしてるんですね。今はもう365日。でもやっぱ毎日。フワッチ一本で生活してる。そうです。はあ。総合2位ってことはだって、もう売り上げが2位ってことでしょ。まあ言ったらね。するすげえ。そうだったんですかね、その。だとしたらもうだから、うん、あの、お笑いで言えば、もう、そういう、さんまさんとかそういうことでしょ。ちょっと例えばもいいから。だって2位だよ。まあまあまあ、2位って、まあ順位ないけどね。ないけども、もうそのレベルってことね。ビッグ3ぐらいのね。いや、ほんとそうでしょ。うん。っていうことだよね、ふわっち界の。そうですよ。いや、それはすごいわ。それだけで生きていけるよ、それ。もしかしたら。うん。いや、これすごい。ってことはもう、タバコもギャンブルもやらない。え、お酒飲まないですか。ね、はい、だいたいね、ここに来られる方は、お酒飲んでの雑談配信みたいなの多いって。うん、常に、シラフ。シラフ。はい。その、え、2年間でこうしたらいいんじゃないかとか分かったってことですか？見てて。そうですね。まあ、どうしてここまで来れたのかっていうのは、はいはい。本当に、まあ、365日、うん、こう、配信のことをずっと考えてる。ね、そして、あの、見てる。自分が配信してない時も、情報収集のためにタワークを見たり、他のふわっちを見てる。はい。そして、あの、自分の、配信録画を見てる。ええ、ちゃんと見返す。毎日出してるものを自分でチェックする。自分で見てる。そうです。いや、その辺も本当にさんまさんと一緒ですね。確かに。そう、さっきもその話して。さっきもその話をしていた。打ち合わせでね。打ち合わせで。私はずっと自分を、あの、お風呂の中でも録画見直して。自分直して。大好きですね。あ、もう、やっぱ。ここが違うとか、でしょ、反省点。はいはいはい、反省点もありますね。もうちょっとこの角度で喋ればよかったとか。まあ、それもありますね。漏れてないな、とか。この角度だと漏れないな、とか。こういう時はこういう対応したらいいな、とか。返しがこうしたらいいとか。返しが、いまいちだったな、とか。むちゃくちゃ、めちゃくちゃ向いてたんですね。プロだ、プロ。これはプロで。他でもなんか一緒だよね。一日決まった時間にしてるんですか？まあ、昨日も向いた時にやるんですけど、結構長くやったり、結構気真面目で、こう、まあ今日は休んじゃおうかって、2日ぐらい休むとかできない子で。うん、あ、そうなんですね。じゃあもう毎日。いやでもすごいわ。今まで来た中でも、もう一番、ね、うん、分析が、うん、確かに。だから、うん、やっぱりこう、罪悪感なんですね。ちょっとでも休んでるって。もうアスリートだよ。あ、そう。でもみんな毎日配信するとそうだよね。休めないんですよね。休めない。
くて、はい、昨日ぐらいかな、ちょっと目の調子が悪くて、はあはあ、1日半ぐらい休んだだけでも、はあ、もうリリさん安心しないねって他の枠で言われてるんですよ。何かある、あったのかってこうチェックした時に自分の名前が出ちゃうんですね。自分の名前みたいな、その自分は目が調子悪いから動画できないんで、あの視聴だけをしてたんです、タワーとか、はい、そしたらリリーさんが配信やらないやらないってコメントが流れてて、うわーみたいなさ、別にこう体調悪い時ぐらいみんなあるん、どうして私は一日休んだだけこの言われるのかなとか思って。番組の途中ですが、ここで津波の情報をお伝えします。気象庁は今日午前0時15分鹿児島県の奄美群島トカラ列島に津波警報を発表しました。南太平洋の島国トンガ沖の海底火山の噴火の影響とみられます。気象庁によりますと、昨日午後11時55分に鹿児島県奄美市で1メートル20センチの津波を観測したということです。奄美群島トカラ列島で予想される津波の高さは3メートルとみられます。奄美市ではすべての住民に対し高台に避難するよう呼びかけています。また気象庁は日本列島の太平洋側の 沿岸全域に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さは1メートル程度で、すでに到達しているとみられます。気象庁は沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難するよう呼びかけています。津波警報が出されたことを受けて、総理大臣官邸は危機管理センターの官邸連絡室を設置しました。すでに津波が到達している地域についてお伝えします。先ほどもお伝えしました通り、鹿児島県奄美市小湊では1メートル20センチの津波を観測しています。岩手県久慈港では90センチ、福島県いわき市小名浜では70センチ、宮城県仙台港で70センチ、茨城県大洗で60センチ、千葉県銚子市で30センチ、このほか太平洋側の広い地域で90センチから20センチの津波を観測しています。警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人たちは直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。また津波注意報が出されている地域の方々も海岸や河口付近には近づかないでください。津波は何度も繰り返し襲ってきます。津波警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。決して自分の判断で引き返したり海へ様子を見に行ったりしないでください。そして九州電力によりますと、鹿児島県の仙台原発は定期検査中の1号機通常運転中の2号機ともに異常がないということです。中部電力によりますと、静岡県浜岡原発では今回の津波による影響は現在のところないということです。そして津波警報が出されたことを受けて、気象庁はこの後1時40分から会見を行うということです。ここまで津波の情報をまとめてお伝えしました。明日見りゃいいやとか聞けばいいやとかなっちゃうってことですね。24時間考えてるって。いや、それが本当すごいですね。それは本当に、いや、これはもうちょっともうレベルが違いすぎましたね。違う、本当ね。でもトップの人のやっぱ考えてることが聞けてよかったです、うん、そうだね。あと何しろ落ち着いてましたね、うん、いや、そんなことない。普段はもうリリーさん、また見に行かせていただきます。私も、はい、はい、よろしくありがとうございました。はい、泣かせていただきました。一人目のゲスト配信者リリーさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エレカタの決日。さあ、続いて2人目の配信者に登場してもらいましょう。 C グループに小よくん@食費ゼロ円東京大阪間歩きマンさんです。何やってるか大体分かった。東京大阪間歩きマン、ね、歩きマンだよ。すごいくれ。お願いします。小よくん、小よくん、小よくん、あれでもそういうなんか体育会系の雰囲気じゃないね、うん、ちょっと細身でシュッとした感じの男性ですけども、うん、イケメンの。おいくつですか。今28歳です。若いです。じゃあちょっと自己紹介お願いします。私、小よくん@食費ゼロ円東京大阪間歩きマンと申します。明確だよね、やってること。そうですね。この時に、はい、やってたとことが、食費ゼロ円でそのまま東京から大阪まで歩いて、で、リスナーさんにご飯を持ってきてもらうっていうの。すごいなぁ。どんぐらいかけて東京大阪間歩いたんですか。18日間。ずっと丸1日。ああ、でもまあそうか、18日なんだ。宿は
宿は、ちょっと都会っぽいところを目指して歩いて、その、最寄りの。ビジホとかで。はい、でも0円だ。あ、食費だけか。0円は。食費、そう、ね、食費0円で。さすがにホテル泊まんないで野宿来てはね。いや、本当に充電ができないんで、配信しながらなんで、そうなんですよ。そうか、そうか。本当は衣食住0円旅しようと思ってたんですけど、充電できないなと思って。それはもう、ふわっちで、あ、そうです、ふわっちの企画で、そうです、そうです。自分でね、考えて。じゃあ、それが一番最初ですか？いや、最初は違った。一番最近の企画がこれで。あ、一番最近なのか。そうですね。それでもう今プラチナプラスですもんね。あ、そうなんですよ、なんとか。来ました。ふわっち歴はどんぐらいなんですか？やりましたね。やりました。1年半ぐらい。1年半が。うわぁ、ね、すごい。でも1年半すごいんだよね、その濃密な1年半がね。そうなんだもんね。最初のうちはどういう配信をやられてたんですか？最初の頃は、いや、本当にもうずっとゴロゴロするような配信ばっかしてるんですけど。ゴロゴロしてるって家で？まあ、そうです。雑談系的なことですか？投げキッスで生計を立ててましたね。マジか！かっこいいじゃない。かっこいいイケメンとして。あ、そう、最初はもうそういう感じでやっててですね。いいね。それでも結構行ったんですか？あ、最初、そうそう、それでも結構もう公務員辞めようと思うぐらいは。公務員だったの？元々公務員。公務員で役所で働いてて。あら、役所で働いてる人が投げキッスしてたんですか？そうなんですよ。投げキッスで稼げるじゃんっていうことで。そのまま。役所で働きながら家帰ってから。あ、まあ、最初の方はそうですね。もう、全然人気出るとかって思ってなかったんで。はい、適当に喋りながらやるかと思ってたら。投げキッス一回したら。意外と、あれ意外、やばいの、そんな。いろいろ投げてくれて。残業するより投げキッスの方が、みたいな。公務員やばいよ、それ。これはすげえな。ってなって、もうすぐ辞めました。すぐやめた。すぐ、割りかしすぐやめました。公務員歴何年どのぐらいだったんですか？ 3、4年、5年ぐらい。結構ちゃんとね、働いて。大学出て？あ、そうです、そのまま。いや、だって、なかなか入れないでしょ、公務員。今厳しいよ。めちゃくちゃ勉強大変でした。いっぱいいてね。やってね、やっと入って。すごい勉強頑張って、今投げ必須してます。途中で上がってきたね。そうなんですよ。投げ必須の腕も。めちゃくちゃ高速でできるの。今はもう全然違うじゃん。今は歩いてるでしょ？あ、今はもうもう大阪まで着いたんで、もう新幹線で秒で帰ってきました。病院もう、何の考えもなく書いてました。いいね。とりあえず儲かるから、つって。やめてください。これちょっと書いてありますけど、ふわちの、イケカテ枠の地位向上を目指して書く。イケカテ枠って何すか？イケメンカテゴリーっていうのを、自分で書いちゃってる。イケカテ枠？自分で書いちゃってるんですけど。地位が低いんですか？向上ってことは。そうなんですよ。まあだから、例えば、その、それこそ僕が最初にやってた頃みたいに、投げキッスだけで、こう、生計が立てれるので、舐められがちなんですよ、やっぱ。いや、でも、そうなんですよ。投げキッスやる生き方枠はあるんだ。あ、もう、湧いてます、湧いてますもん。それは、コヨ君が始めたわけじゃないの？まあそうですね、投げキッスカテゴリーですね、それこそもう、あります。みんなやってて、じゃあ俺もそれやってみようみたいな。まあそうですね。簡単だもんね。そうですね、そうですね。そうなんですよ。そしたら、もういけちゃったんだろうね、こよくんは。そうですね。でも舐められるし、他の配信者さんから、あいつは家で投げキスしてるだけだと、なんか、言われて。それを暮らすのって別にいいよね。そうなんですけど。なんで、まぁちょっと、その地位を向上させようと思って、イケカテ枠でも体張ってるんだよっていうのを見せようと思って、まぁちょっと、やり始めた。もうだってこれ、イケカテ枠のやることじゃないよね。そうですね。東京大阪歩き満は。そうですね。もう。ただまぁ、それを全部、もらって、うっていうのが、やっぱ、イケカテだよね。そうだね。会いに来た。コヨ君に会いたいから、食べ物持って待ってるわけだもんね。コヨ君が大変なことになってるってことで、やっぱそれ、みんなが投げるという意味では、そうね。イケカテだよね。あ、まあそうですね。そこ、そうですね。イケカテありきだね。そうですね。やめてください。攻めるの。でも、18日間でもらえないことはなかったですか？そうそうそう。あ、でも一応なかったですね。お、すごいね、やっぱ。一応、毎日。だって朝昼晩でしょ？朝昼晩で、もう。ま、でも。見てる人が来てくれるの？そうです、そうです。必ず来てくれる。現地だもんね。急にフラッとこう。いや、でも日本中にじゃあ本当にそのリスナーがいるってことだよね。いや、でも見てる人とかでって言ったら30人とかなんですよ。から、その中から、本当に。わざわざ来てくれるんだね。そうなんですよ。不思議なんですよね。30人の中にいるの？その歩いてるところ。そうなんですよ。だから30、ま、同時に見てるのが30人、多分入れ替わり立ち替わりで。まあね、そうだね。あんたの家の近くだよとか言ってんの？あ、でもそう、見とったら、あ、近くだとかって、それで来てくれる人の方が多かった。ああ、すごいね。近くに、例えばいなくてさ、来てるんだったら、いなかったら私新幹線で行こうかしたみたいな人もいたかもしれない。一人、いるんだね。イケカテ枠。やめてください。これはイケカテだね。
それ嘆き、嘆き10連発ぐらいやったの。それはもう、生嘆き、直接生嘆きで、それはもう、嘆きって呼んでるのか知られないから、こっちも。そんな近くまで来てます。まだ嘆ける。もういいんじゃない、もう投げなくても直帰でいいんじゃない、直帰で。直帰も一応なんか、はい。そうだよね。コロナ禍だし。コロナ禍なんですけど、マスク越しにちょっと。マスク越しの嘆きなんで。そう、でもその中でも結構他にもやってるんですよね。あ、そうですね。はい。他に何をやられてたんですか？8月にやってたのが富士山山頂で。ほうほう。山頂で、一番上まで登って重大発表しますって言って、そこで山頂で着いた時に、今からリスナーさんが、迎えに来てくれるまで俺は山頂で生活する。いや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 、富士山頂って生活できるんだよ。山小屋、山小屋に泊まって、で、登山客に迷惑だけどね。やめてください、やめてください。一泊だよね、山小屋。でももう、もう。炎上案件だよ、そんな。富士山の頂上で生活してるって言ってたよ。めちゃくちゃ気をつけながら、本当に汗拭きして。ひっそりね。あ、そうです、ひっそりと本当に。生活したもん。お風呂ないんだもんね。そうなんですよ。そうです。山小屋の方に許可取って、で、ちゃんとね、そうです。あ、そうです、そうです。連泊させてくれって言って。あ、そうです、そうです。これこれこういう事情でって言ったら何言ってんだって言われて。言われました、言われました。なんか、富士山、すごい長い間、山小屋やってるけど、こんな変なやつは初めてだと、いただきました。山舐めんなって言われなかった。あ、それは、大丈夫ですか？大丈夫。でもこっち、池風枠の地位向上のためだよ。池風枠が舐められてる。いぎってやりましたよ。え、それ、迎えに来てもらった。あ、来てくれました。どんぐらいで来たんですか？え、でも7日間ぐらいです。7日間いたの？頂上に。あ、そうです、そうです。毎日山頂まで。テントで寝て？いやいや、山小屋があるんですよ。だからちょっと降りてってことじゃあ降りて、何度も降りてんだ。あ、そうです。もう登ったり降りたりずっと。来てくれた人も結構大変だよね。あ、そうです。そうです、そうです。フル装備着てね。そうです。山の中で。女性の方が。あ、男性の。男性だったの？そうなんです。その時は。その子、何、今から行くよとかっていうのを書き込んでくれたりして。あ、そうです、そうです。もう今日多分仕事終わりに行くわ。そのまま仕事終わってそのまま。一人だけ来てくれたの？あ、そうです、一人で。男性は富士山登山が好きな人なんですか？いや、もう完全に初めて登るって言って。いやでも、それ面白いよ。確かに。お互い面白い。一週間来なかったらもう俺行くしかないなってなる。そうなんです、そうなんです。女性はみんなまで行かないから。そうそうそう。そうですよね。まあ、あとお仕事とかもあるしね。そうなんですよ。そうだよね。普通に急に来てくれる人ってのもあんまりすごい構ってちゃうんだよね。富士山さんってそうですね。そうですね。知らねえよって話じゃん。確かに確かに。本当そう。そうです、そうです。でもその配信は、今日も来ないっすねっていうのを流してたわけですよ。そうです。でも綺麗な風景。とかって言って。なるほど。山とかのさ、それこそ、ご来光とかも流せるもんね。そう、毎日、毎日ご来光と夕日、もうめちゃくちゃ最高だったんじゃない山。あ、でもそれは本当に。いや、行ったことないもん。一週間でそこ飽きるでしょ、でもさすがに。あ、でも、雲が上にあるのが、下にね。そう、下にあるんですよ。雲海がね。だから、下に降りた時に思ったのが、雲って上にあるんだと思って。もう当たり前なんですよ。雲が下にあるんですよ。そうなんですよ。仙人みたいな生活を送っとるんで。これは、すごいわ。いや、これ、いい企画だね。頑張りました。確かに。今後やりたい企画あるんですか？あ、ちょっとそれもあるんですけど、ちょっとまだ。まだ言えない。ちょっとね、これはお楽しみというか。もうだから、これがまだもう東京、大阪間歩きマンが成功したばっかりだから。そうなんですよ。俺、何ヶ月、月に1回とか、2ヶ月に1回とかやってるんですか？春夏秋冬で。あ、4回。年4回。イベントのタイミングでやってるみたいな。そういう感じですね。はい。だって歩きマンは他もやってんだもんね。6日間食事ゼロ円。これちょっとそうですね。6月の時に、試しにやってみて、もう、この時はもう本当に、何もかもが初めてだったんで、この時は生爪が3枚剥げて、足の足の、丸々ですよ、丸々。え、歩きすぎて？あ、デリって。歩くだけそんなないの？なりますなります。エシみたいなんですよ、もう、ほんまに。あれですけど。え、どんな靴履いてたの？いや、なんかウォーキングシューズ履いていったんですよ。まあでもね、ウォーキングシューズ。いや、でも、靴屋さんに言われたのが、なんか1日、3、40キロをウォーキングする人はいませんって言われて、まあ、そうか、ウォーキングじゃダメだよ。登山靴とか、強い靴じゃダメなんだね。そうか。それを。わからないもんね。確かに知らないよ。やっぱ失敗もあっての。そうです。それで、それの3倍の距離だったんですけど、東京、大阪っていうのが。その時は登山靴買って。そうです、そうです。登山靴っていうか、ちょっといい靴買って。富士山やっちゃったからね、早いよ。本当すごい。本当だよ。最初もうちょっと低いとこにしとけば。そうだよ。筑波山とかね。来年高尾山がやばいよ、本当に。いや、でもやること。だってこれ以上ないんだから、日本には。いや、ちょっといろいろ決めてて。もっとしんどいよ。これを超えていけるぐらいのやつをちょっと考えてて。そう。またやっていこうかなと。え、月？
月まさかの。行っちゃう月に。桁が違うでしょ。前澤さん、前澤さんのやつ。月まで来ないと帰れません。誰も来ない。前澤さんしか来ない。行けたとしても。ステーションね。いや、すごいね。で、これちょっと私たちも、まぁ、あ、ちょっと、バズりたいんで、はい、なんかアドバイス欲しいんですけど、ほよくなんかないですか？でも僕が言えるのはですね、はい、やっぱりちょっと、あの体を、はらめと、ね、うん、やっぱ全然違うんですか、やっぱ投げキスまで時代から。全然違いますね。やっぱ応援してくれる人の人数は全然変わりました、本当に。だから、男性も、あ、そうです。来てくれるようになるし。そうです、そうです。女性が応援してくれる。聞いただけでも面白そうだもん。うん、ああ、ありがとうございます。すごいね。やっぱもう投げキスしてる時はやっぱりちょっと舐めちゃうかもしれない。そうなんですよ、そうなんですよ。もうあの、男はやだよね、本当に。あ、そうなんですよ、うん。本当に男性からめちゃくちゃ嫌われてる。正直、正直。そうなんですよ、そうなんですよ。正直入ってきた時も、本当嫌な空気だなって。やめてください。そっ入ってね。瞬間に。そんなことないよ。そんな服装ダメですよ、僕今日。全然いいよ。いいよ。ダメな服装ダメよ。聞いてたらすごい好きになったけど。あ、本当最初が来た時は、クソやつ、クソやろ、入ってくる。すごいよ。どこかに全く覚えないよ。全然いい。そうですよ。嘘全然嫌なんですよ。そうだよ。そんなさ、生爪がさ、剥がれた後のさ、投げキスなんてもう絶対感動しちゃうよね。そうだね。ってことはやっぱ我々もそのなんかね、あぐらをかいちゃいけませんよ。そうですね。そういう、そうですね。ちょっと体を張って。どういう感じがいいですか？でもやられて、大体やっちゃってるから。相当すごいのやってるからね。いやでもお三方だったらやっぱりもう、はい、北海道からもう沖縄までもう、うん、歩く？歩けないよ。やっちゃう？歩いても形式、リレー形式みたいな。もうあれだよね。もう最初からもう指の爪は全部剥いとく。あ、もうそうです。最初から剥いとった方がいいかもしれない。超痛いよ。いずれ剥がれるんだ。いずれ剥がれる。いずれ剥がれる。めちゃくちゃ歩くんだな。ウォーキングシューズで3、40キロ歩いたら剥がれてきちゃうもん。小屋君来てよ。小屋君。あ、もう歩くとき。歩くとき。これやるときは。あ、いいですよ。もうそこはもう任せてください。常に助けに来てよ。すごい差つけられてる、ね。ご飯届けに行きます。いやでもこれはそこまでか、いい。正直でもやりたいなと思っちゃうもん。聞いてると。ああでも楽しいですよ本当に。うん、なんそっかいろんな出会いもあるし。そうです。見たことないとこもいっぱい行けるし。楽しそうだなってなんか、うん。こんなことやってる人多分日本に俺しかおらんだろうなと思いながら。フワッチの中ではいないんでしょこの。あいないですいないです。ここまでやる人はね。いないです。今まで来た中でもじゃあそんあいないいないもん。うん、あよかった嬉しい。へいやすごいわ。さすがもう。俺ら投げキスはダメかな。なんか、激しくいける？ 40。いけるの？いけんのか？金マークを作ったから。いけんのかよ。優しいな。いけるのか？いけないですよ。でよかったんだけど。公務員があるから。20公演。勉強してるから。しっかり、上の人とも絡むから。しっかり、何があるの？可愛がられてるタイプ。ごまする。ごまするできてる。ごまするとかね。いやー、でも確かにちょっと勉強になりましたね。ちょっとお笑い職っていうかね、そういう。ところもありますもんね、そういうね。本当に辛いことやね。バラエティーハプニング起こりそうですね。そうですね。うん、ちょっとまた勉強だった。でも、楽しみだね、次考えてる。そうだね。もうあれ、ね、これはちょっと告知的には、ちょっとなんか最後にあれば、いつぐらいに今度やるとか、なんかあれば。1月の19日から、ちょっとまたちょっと、そうなんですよ、大きい企画を考えていて、ちょっと内容まだ発表できないんですけど、はい。え、もう、小籔くん一人でやってんの？考えてんの？あ、一人で全部、ノートにメモして、ね。ノートに書いて。書いてやってます。勉強できるから、そもそも。そうだよ。そうだ。じゃあちょっと俺らもそういうの考えて。うん、ちょっとやらせていただきます。はい、もし何かあったらまたアドバイスお願いいたします。お願いいたします。はい。ということで、小籔くん、あと食費0円、東京大阪間歩きマンさんでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここで津波の情報をお伝えします。気象庁は今日午前0時15分鹿児島県の奄美群島トカラ列島に津波警報を発表しました。
南太平洋の島国トンガ沖の海底火山の噴火の影響とみられます。また気象庁は日本列島の太平洋側の沿岸全域に津波注意報を出しています。沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難するようにしてください。気象庁によりますと、昨日午後11時55分に鹿児島県奄美市で1メートル20センチの津波を観測しました。その後太平洋側の広い範囲で1メートル未満の津波を観測しています。奄美群島トカラ列島で予想される津波の高さは3メートルと見られていて、奄美市はすべての住民に対し高台に避難するよう呼びかけています。津波警報が出されたことを受け、総理大臣官邸は危機管理センターに官邸連絡室を設置しています。すでに津波の第一波は到達していますが、津波は何度も繰り返し襲ってきます。津波警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。決して自分の判断で引き返したり海へ様子を見に行ったりしないでください。経済産業省によりますと、午前1時現在、原子力発電所や火力発電所、石油精製施設、そしてエネルギー関連施設などに被害が出たという報告はないということです。NTT ドコモとソフトバンク、楽天モバイルによりますと、午前1時30分現在、津波警報や津波注意報の影響による通信の障害は確認されていないということです。またソフトバンクは災害用の伝言板を立ち上げたということです。以上、ここまで津波の情報をお伝えしました。引き続き津波の情報をお伝えしてまいります。じゃあ行くかってね、思ってくれる人で、すいませんね、なんとかやるそうですからね。本当です、よろしくお願いいたします。はい、はい、私やっております。毎週土曜日午前11時半から東京 MX 私の芸術劇場、来週1月22日は長野県にある北野美術館という私立の美術館。あれも面白かったですね、うん、お金を持ってる人がね、いい時代に建てたのが美術館なんですね。なるほどね。はい、その典型でした。そして1月17日の月曜日22時からスタート、フジテレビドクターホワイト始まります。浜辺美波ちゃん、俺浜辺美波ちゃんはマスクをしててリハーサル中ね、撮った時のは100倍可愛い。まあ、まあ、そうだろうね。そうだろう。いや、これが、マスクしてると、なんかより綺麗に見えない。男もイケメンに見えない。そういうね。で、マスク撮ったら、思ったよりも、かっこよくない、可愛くない、みたいな。思ったよりかっこよかったのは稲垣吾郎さんだけなんだけど、俺はね。マスク取ってね。女性でこんなに取って可愛いのか、浜辺。じゃあもう松潤もかっこよくなかったってこと？かっこよくないね。でもいや、ほらな、そんなんじゃねえだろ。松潤は知ってるから、何回もね、見たことあるから。例外があるじゃん、じゃあ。でもやっぱり浜辺すごい。針切る、着せろよ、お前は、そろそろ。はい。あなたの番です。劇場版もやってますよ。99.9 刑事専門弁護士の劇場版ザ・ムービーのあれも映画になってます。よろしくお願いします。松潤君、急になんかやっぱ松潤君はそう、なんかやっぱちょっとあれすき焼きストアない片桐にオフィシャルストアにてまだまだ販売中でございます。グッズを販売中です。そうだ、相談してから喋れよ。そうだよ、ね、そういうやっぱ話題になると、じゃあ逆はっていう話になっちゃうじゃん。うん、そうだね、あの人しかいないって言っちゃったんですよ。そう、しかじゃないじゃん、別に。その人もでいいじゃん。も、うん、もでしょ。いや、浜辺美波ちゃんはすごいよ。びっくりしちゃった。びっくりした。すごいです。かわいくて。TBS ラジオエレカタの決意、今夜はこの辺で、さよなら。さよなら。さよなら。